完全に廃墟化でした。行きまーす。なぜ？オーケー。何？それで明日の名前知ってる？公平。違う。知らないんだ。いや、すごいんだよ。何ですか？蔵之介なんだよ。あ、聞いたことある、そういえば。なんか、歌舞伎かなんかですかね。かっこいいよ。親が、いや、違う。違うらしいよ。あ、そうなんですか。佐々木蔵之介。リサちゃん、やよちゃん、あやちゃんぐらいかな、けど多分できる。うまい、うまい、集団、おお、ナイス、すごい、すごい、今ピヨンってナイスパスで、リサちゃんナイス、ナイス、これもナイス、あ、めっちゃよかった、いい思い出できた、すごい綺麗ですね、うん、ヤヨちゃんは前までだったら無理だったけど、今のヤヨちゃんならいけるね。なんかやっぱ怪我の回復が大きいんですかね。すごい違いますね。なんか前よりいいよ、怪我する前よりいい、うん、あ、そういうことですか、うん、先生そう、くさみのプレーも上手くなってるしさ、シュート、Yeah!
あっさりしてカットでお願いします。やるカットで OK。 ちょっとめんどくさいけどカットします。おい、今から今しながらシャワーと言ってんのがすごいハンド。オッケー。ああ。解消。はい。もうちょっと入ったよ。いや、わかんない。